はい、皆さんこんにちはでございます。ということで、めちゃめちゃ動画的には久々なんですけども、今回は動物の森をやっていこうかなと思っております。時間は進めずにね、一日一日、まあ、軽く雑談しながら10分程度の動画を撮っていこうかなと思っておりますので、よかったら見ていただけたらなと思います。ということで、早速なんだけど、こいつね、フローラさんじゃなかった、ローランですね。なんかあれ、壁紙もらえるんだよね確か。床が欲しいんですよ。高い？金取るの？まあいいや、金持ちなんで。ということで、早速お金払っていく。開幕から見て、このとりあえずね、ちょっと見てほしいの、このコーディネート。見てこれ、コンセプトは魚釣りをするバンガロールみたいなね、エイペックスっていうあのゲームのキャラに出てくるバンガロールをおじさん化したようなね、キャラクターになっておりますけど、いかがでしょうか。はい、ということで、まあ生放送の方で結構ね、もう進めてはいるんで、あのリスナー呼んでね、草抜きをしてもらったりとかいろいろしてもらったので、だいぶ街の中は綺麗になっております。お、ちょっと待ってな、ここはね大事なんですよ。これはスコップでで、お金が出てくるので、1000円かな。で、ここにですね、3万ベルを埋めるんですよ。3万9000円埋めましょう。これをすると、お金のなる気ができるので、もうね、はい、これで待ちましょう。で、博物館ができたということで、ここら辺にあるお魚さんたちも、提供しつつ、まずは家紹介をね、していこうかなと思います。コンセプトはですね、男の部屋ということになっておりますが。ちょっと今明るいんで、ちょっとわかりにくいかもしれないですね。これめちゃめちゃオシャレじゃないですか。ほら。あのね、一番好きなアングルがあって、ここ。ね、このアングルが一番好きなんですけども。まあ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 、健全な、至って健全な家になっておりますので。まあこれからどんどんね、なんか、ここら辺に飾って、チャイナ服とか飾っていったらそれっぽくなってくるので、そこら辺もちょっと頑張っていきたいなと思っておりますが。まあさっきローランから、床を買いましたので3000円で。それも楽しみにしつつやっていきましょう。ということで、博物館溜まっていたので、ちょっとお魚さんたちをね、全部博物館に提供していきましょう。そう、この新作になってめちゃめちゃ便利なのはボックスの広さ。これすごい厚いよね。ではフクロウさんに提供していきましょう。で、まあなんだろう、そのまあ毎日できれば時間進めない、一応、まあ、動物の森といったら時間を進めてやるっていうのも一つの楽しみなんですけども、今回結構ね、あのタヌキがブラック会社なので、いつやってもね、お店も開いてたりとかするので、今回はもうこれでやっていこうかなと思っております。まあ今ね、100日のワニだったかな、流行ってるじゃないですか。ああいう形で毎日投稿できたらシャープ100とかいけたらいいなと思ってますね。ちょっとワニさんが流行って、なんだろう、結構さ、みんなやってたじゃん、動画的に。そのなんだろうな、100日後に何々するっていう動画たくさん出ているんですけども、果たして一体何人の方が100日まで達成できるのかという。俺もこれシャープ2ぐらいで終わりそうなんだけど目的がないからね、ちょっと。まあまあ、雑談しながらという形になっておりますが、とりあえず化石、そう。これね、ボックスもあるんですよ、こっちに。ほら見て、これすごくない？
で、ここ全部取り出して、ハリセンボンとか、この寄贈するやつを全部取り出して、博物館に持っていきましょう。今日はそんな感じ。まあ、ご挨拶しつつっていう感じで。毎回なんかコンセプトというか、決まったことをしないと、あれだね。こんなの誰が見るねんって話なんだけど。ただただ博物館に物を寄贈するっていうだけの動画は誰が見るねんって話なんですけども、よいしょ、寝るな、起きろ。ね、寄贈、まあ、寄贈もまとめてできるのがね、めちゃめちゃ便利だよね。昔ってできなかった気がするんだよね、ちょっと前までは。最新はどうだったか忘れたけど、これがすごい便利だなって。あの手紙とかもさ、2個前か3個前ぐらいから一気に送れるようになったじゃん。一応64以外は一応やってるんだよね、動物の森自体は。全部借金返してないけど全部夜逃げしちゃったんだけど、毎回毎回便利になっていくっていう。まあ、今回何が一番便利か、便利だったかなというと、この、これ高飛び棒がめちゃめちゃすげえなと思って。これ何かっていうと、まあ、みんな知ってるかもしれないけど、この川をね、渡れるんですよ。これ熱くない？今までなかったシステムだし。え、一個前あったかな。ちょ、手紙見るわ。誰か連絡来てないから。誰も来てないわ。寂しい。ということで寄贈もしたので、なんか買いますか。あ、そう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 、鉄鉱石を集めて今日は終わろうかな。じゃあ、そう、鉄鉱石がいるっていうのがこの闇金たぬき市、ここの建設が確かね、あと鉄鉱石が30だった気がするんですよ。まあ、であとちょっとで終わるので、ちょっとそちらの方やりつつ、今日は終わろうかなと思います。いいのか、こういう動画で。全然オチもクソもねえが。いいのか、こういう動画で。久々に動画撮るので、どんな感じかっていうのを忘れちゃいましたが、まあ、まったり見ていただけたらなと、個人的には思います。どうせ誰も見ねえだろ。手鉱石27なので、あと3つ集めて、今日は終わりましょうか。あ、住民にも挨拶してね。やっぱりね、コミュニケーションというのはすごく大事になっておりますので、毎朝、まあ、住民2人しかいないんですけど、ね、俺よりすごくなってる。いつの間にお前らは借金を返したんだ。あ、部屋はそうでもない。4号って女の子なんだよね。質素な家だな。たまにハイセンスな住民来るよね。なんかアジアン的なさ。昔さ、あるじゃない、みんな一回さ、ファッションセンスを間違える時期って多分来ると思うんだけど、俺も19の時かな、ファッションセンスが土地狂ってた時があって、エスニックっていう、わかるかな、ちょっとあのアジアンテイストの服を着るのにハマってて、なんかターバンとか巻いてた時期があるので、なんかサルエルパンツとか履いてて、それでおばあちゃんち行ったら、あんた漏らしたのってずっと言われてそれ以来ちょっと服に自信がなくなって、今もうほんとユニクロ様様なんですけどもね。ああいうのはやっぱりね、人がちゃんと言ってくれないと分かんないから。自分はおしゃれと思ってるからね。足が短いのにサレールパンツ履いてダメなんだよありがとうおばあちゃん。こうやってやることで後ろにバックすることを防ぐという昔ながらの知恵ですね。よし、お金ゲット。3万9000なくなっちゃったからね。回収していきましょう。
すごいダサいな。髪型もね、なんかポイントで変えれるみたいなので、ちょっとポイントがたま、マイルか。マイルがたまり次第、ちょっと髪型も変え、でもこれすごい気に入ってるんだよね、このバンガロールヘア。めっちゃ可愛いよね、なんか。昔の、なんかお父さんみたいな感じで。うん。これ編み込みなのかな？で、鉄鉱石は石を叩いて出るみたいなんで、ベシッと叩いて出しましょうか。あ、やばい。あ、やばい。あ、これダメなやつ。今回結構でもね、昔って結構シビアだったんだけど、もこれ簡単に、ちょっとね、時間経っても石から出るので、熱いっすね。そう、まだこの橋とかが作れてないから実質すごい狭いんで、結構なんだろう、探検しやすいというか、まああっちに行けないことはないんだけど、まだ行けない、あの丘の上も行けないからすごい狭いしね。でも今回本当に時間変えなくてもやることが多くて、まあ魚釣りとかもそうだし、まあ、町にあのね、なんだっけ、そのマイレージ払って、マイレージかなんか払ったら別の島にも行けるしね。うん、まあちょっと動画のコンセプト的にはちょっと街を発展させてって、で最終的に、まあ、キッズたちとかくれんぼしたりとか、そういう動画撮っていけたら、まあまあまあキッズたちのね、あのキッズ層をね獲得できるかなと思っておりますので、お楽しみください。ということで鉄鉱石集まったかな、多分ちょうど30だと思うので、まあ、毎日少しずつね、社会人なので、あまり、がっつりゲームというよりは、こう毎日ちょこちょこっとやっていくという感じで。ね、早く仕事辞めたいですけども。ずーっと動物盛りやっておきたいな。どうぞ、提供します。これで、明日、あ、店の権利、あ、ここじゃないんだ。じゃあちょっと、どこに建てようかね。まあ家近がいいよね。家が近い方がいいから。どこにしようか。でも今木が多いからな。真隣に建てる。真隣だったら寝れないよね。コンビニが隣にある家とかめっちゃ大変そうじゃん。車うるさいし。なんか、後々車とか出そうじゃない？今回そうそうそう。この家具が置けるのも結構熱いんだよね。そうそう。今まで家具置けなかったけど、これ一番びっくりしたな。家具置けるんだ。どこにしよう。博物館の隣に無理くり置くか。なんで俺ここにしたんだろう。ここに置こう。あ、待って。ここ？ここら辺に置く？うん。ここにしてみようか。想像してみる。わ、懐かしい。初期のたぬき市商店じゃん。じゃ、ここにしましょう。ててーん。やったね。てか、すごくない？お店の資材を住民が集めるといった謎ゲーなんだけど。やっぱこうさ、任天堂のすごいところって、このゲームをしながら世の中の厳しさをね、こう教えてくれるっていう。例えばポケモン、今回ね、あったじゃん、盾と矛のやつの最初だってさ、ポケモンあっちを2体で俺1体だったりとか、そういうなんか理不尽さ、世の中の。で、このね、動物森もスタートから借金生活スタートだ。だからこういうので、やっぱ、なんていうのかな、社会を勉強していけるっていうね、ゲームをしながら世の中の理不尽さに気づけるという素晴らしい任天堂のね、この考え、これはもうね、任天堂が教科書になる日も近いんではないかなと思いますが、よし、ということってこれぐらいに今日はしましょうかね。大丈夫かな、何も動物森について語ってない気がするけども、いかがだったでしょうかね。まあこんな感じでまったり毎日出せるか分かんないけど、毎日ね、動画出していこうかなと思いますので、まあよかったらね、寝る前にちょっとだけ見ていただけたらなと。工具箱？これは何？
なんかあるのかな。これ家具だよね、工具箱って。工具箱の家具はいらないわ。ということで、じゃあこんな感じで今日は終わりたいなと思います。それではまた明日お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。